はい、去年練習終わって、お風呂行ってきました。どうもお疲れ様です。今ね、ちょっと地元の方にバーベキューというかね、誘っていただいたんで、これから行っていきたいと思うんですけど、その前にね、今この熱量で伝えたいことがあるんで、伝えたいと思います。ね、今日ね、正直そんなに、まあ、いっぱい走ったかって言われるとそんな走ってないんですよ、正直。なんでかというとね、その整備だとかね、そのバイクのこととか、まあ、その若手2人にね、話したいことがいっぱいあったんで、話したり整備を教えたりで、なかなかこう時間を取れなかったのはあります。はい。で、まあ今何が言いたいかっていうとね、僕今日 のターゲットタイムは7秒、まあレコードがね、その前にレコードが7秒9らしいんだけど、37秒9ね。で、僕まあいろいろ話を聞いてて、まあとりあえずね7の5ぐらいかなっていうのを目標にしてて、でも、まあターゲットタイム7の3ぐらいかなっていう目標にしたんですよ。まあ7の前半をまあ目指して行ったわけなんですよ。で、まあいろいろ教えてたのもあって、午前中出したのが7の6ですよ。まあいろいろ段階踏んでね、ファイナルのセット決めて、足決めて、じゃあそこそこのタイヤ入れて7の6で、午後ね、じゃあ最後どっかでアタックしたいなと思ったんですけど、こういろいろやっぱ話してる中で時間なくなっちゃって、最後キャブセット詰めて、ほんとね、最後5分になっちゃったんですけど、アタックしようと思ってたんですよ。で、キャブセット詰めてる時にくるくる回ってる時にね、時間ないんで、もう大間先に当てといたんですよ、次使う予定のそこそこのタイヤをね、彼ら若手2人に分かるようにね、次走るぞって、まだ走るからな俺はっつってタイヤ置いといたんですよ。オーマー当ててね、ベタッツも置いといて、で、まあキャブセットをいじって、まあよし、こんなもんだなと思って戻ってきて、で、よしタイヤ交換しようと思った時に、パッと見たら片方はもうインナーから着替えて普通に服着てたのよ。で、もう一人はまだインナーだったんだけど、ちょっと走んないだろうなっていう感じだったのね。でね、まあ俺はその時に、いやいや、チェッカー振られるまで走れよと思ったのよ。確かに今日はまあフリー走行みたいな感じになっちゃったから、まあ、20分交代でも私結構バタバタしたんだけど、なんか普段走ってないのかもしんないけどね。でもプラッと来たやつに負けて、負けたくない気持ちとか速くなりたい気持ちってどうなん、あんのって感じ。本当これは口悪いし、ただでもやっぱ素直にこう伝えたいんだよね。うん、その2人以外にも、関東でも関西でも、まあ、今やってる若い子たちとか、まあ、俺とつながりのない若い子たちで、俺気合入ってやってんぜみたいな人がいたら聞いてほしいんだけど、プラッと来たやつに負けて、プライドとか意地とかあんじゃん、そんな簡単に速くなれねえよ。なれねえけど必死こいてチェッカーフラッグ最後振られるまで走れよ。もうそういう姿を俺は見たいわけよ。もうこいつ頑張ってんなと思いたいわけよ。でも、まあ、残念ながら2人はね、そうではなかったんですよ。走んねえのかと。まだ俺があと5分最後走るって分かった瞬間からつないぎてとかね、だったらまあそれでもまあまあまあって感じだけど、やっぱり最後まで走るよって俺は言いたいです。で、まあ、肝心のね、もう俺はもうほんと最後5分しかなかった、決めなきゃいけない、そこでね。で、まあ、何度かこれピットインしてるんですけど、最後の走行ね。で、1回目ピットインしてキャブ見て、で、こっからあと5周ね、5周で、午前中出しても37秒6ね、18周に37秒6出して、で、この8周37秒6出した時にチェッカーフラッグ持って待機してたの。あー、もうこれラスト1周だと、ラスト1周俺はタイム出せんのかと、もうそれだけでプレッシャーなのよ。ただの練習だよ、練習だけど、もうラスト1周しかできないけど俺はタイム出せんのかと、まあ、この最後の20周っていうのはフラッグ振られた後に流してるから、まあ、これはカウントしないでいきたいんですけど、ラスト1周タイム出せんのかって、なかなか出せないよ俺だってホームコースで。でも俺はこうやって今回出せたな、意地とプライドがあるからね。俺にも北海道来て、いや関東のライダーどうなのって、一応エキスパート、あいつエキスパートだからどうなのっていうプライドあるわけよ、意地もあるわけよ。だからある程度今日タイム、その理想のタイムまで出したかったから、意地とプライドで出したわけよ、こうやってプレッシャーに勝ってね。でもお前らどうなんだよ、俺にサクッと負けて
最後の最後まで走り切ってねえじゃん。それあるよ、バイクが遅え、俺はフォーストだ、体調が悪い、まあいろいろあるかもしんないけど、関係ないんだよそんなのは。体調が悪いのなんてさ、その俺にプラッと来て負けることの方が辛くない？早く走れないことの方が辛くない？バイクが遅いとかまああるよ、俺がフォースターとかあるよ、初めて走るんだよ、それぐらいハンデだろ。でね、言いたいけどね、速いバイク作るのにも簡単じゃないから。金も使うし、めちゃくちゃ努力するし、めちゃくちゃ時間使うし、めちゃくちゃセットとかテストとかめちゃくちゃすんのよ、するじゃん。だからその簡単じゃないのよ、努力してんのよ、そういう部分でも。それを忘れちゃいけないよ。それを忘れて、ああバイク速いですねみたいな、それはいけないよね、違うから話が。俺は素直にそこを言いたかった、なんで最後まで走らんのって、本当に早く走りたいんですかって、本当に俺に負けたくないって思ったのっていうのを言いたかった。普段ね、確かにライダー少ないかもしんない、速いライダーも自分より速いライダーはいないかもしれない。俺も茂原ではそうだったから、あのエキスパートライダーさんいたけど、いたし、でも練習に来るときは大体まあ一人だとか、たまに来られてたぐらいで、あんまりライダーいなかったの。俺もそういうとこで練習してたよ。だけど一人でも関係なくチェックが食られるまで走ってたから、もう一日300周とか350周当たり前だからね、うん、お前らどうなの、君たちはどうなの。いいよ、関東関西若手の子たちもそう、俺と会ったことない、俺気合入ってるけどっていう子もそう、一人で走ってようが大丈夫か、最後までしっかり走ってっか、まあ、そういう気持ち、プライド、意地大切にしていこうぜって言いたい。だからまあちょっと偉そうに俺が言うのも、俺だってまだまだ足りないよ、先輩たちもお前なんかまだまだだよみたいな、へでもねえよみたいな言われるよ、俺でもね。でも俺が見ても彼らに対してはそう思うし、他の子たちもそう。俺はねもうちょっとね緊張感持って、負けて悔しいみたいな練習からね、そういうオーラを見たかったよね、もうちょっとね余裕かましてる場合じゃないでしょって言いたい。もっと必死こいて焦りまくって、セットわかんねえならセットやりまくって、でどうなんですかこうなんですかってもっと聞いてきていいんじゃない。別に俺が北海道までわざわざ金はたいて来たのにお前ら何やってんだって、そういうことじゃないのよ。早く走りたい、負けたくない、その気持ちに対して今日君たちが取った行動はどうなのかっていう話。確かにこの2つ思ってるかもしれない、負けたくない、早く走りたい思ってるかもしれない、そのレベルはかなり低いところにあるんじゃないの。俺と同じレベルでその思い、思いのレベル、俺と同じレベルで考えてるかって言ったら、まあ、考えてないよね当然。いやその気持ちはあるよ、そのレベルはもうでも天と地ほどの差はあると思うよ、うん、早くなるってことはそんな簡単なことじゃない。めちゃくちゃ頑張ってたって早くなれねえから、そんな簡単には。でも怒ってるわけじゃなくて、俺はそういうことを伝えに来てるだけど、ここまでその熱量のこもったことをいきなり言われても多分困ると思うし、その若い子、もう北海道の若い子2人だけに伝えたいわけじゃないわけのよ。関西、関東、まあ本当に俺と会ったことない子たちで頑張ってる子たちにも言いたい。足りない、頑張り、努力、気持ち、意地、プライド、足りないっす、そんな感じです。でこの熱量でやっぱ語りたかったんで今動画撮りました。でこれからちょっとまあね、焼肉ちょっとお邪魔したいと思います。それではまた明日レース頑張りたいと思います。俺もね、まだまだ足りないんで、一緒に頑張っていこうぜっていう感じです。怒ってないからね。バイバイ。